10年後の機種リーディングはどうなってる？に対する視聴者の反応集。10年後の機種リーディングを考察するスレ。どうなると思う？スレ川東のエース。たけしは気象難から教育騎乗までオールラウンダーだから、とりあえずたけしみたいなこと多いんだよね。松山騎手は相変わらず3、5位をキープしてそう。川田が現役かどうか微妙なライン。ルメールと先はほぼ離脱で優雅が残るかギリギリか。公平は普通にリーディング上位にいそうなのわかる。川田も残ってたとしても年考えたら今と同じ成績残すの難しそう。思ってたより勢力図変わりそうやな。もしかしなくても、川田、息子。そっか、今11歳だから10年後なら普通にデビューしてるのか。川田ジュニアとミユピージュニアと和田ジュニアも控えてるし楽しみやね。川田、ルメールがいないものと考えると岩田息子と優勢が関西リーディング争ってそう。岩田息子どのくらいにいるかな。今も結構高いし関西だけで見れば3位以内は硬いと予想。たけしと未来で争っててほしい。ルメールと川田は10年後だと引退か引退考えてそう。横山兄弟、坂井隆成、岩田未来は順当にトップ層にいそう。豊かとのりひろと安成が三大郎になってそう。佐々木大輔とかも割と上の方にいそう。佐々木くんとかカンタはいいところにいそうやな。特に佐々木くんはトップ5に入ってても驚かない。10位くらいにいる武豊。武豊は真面目にどうなるんだろうね。さすがに10年後の年齢では怪我も笑えんし。さすがに長くても65歳くらいには引退するんじゃないかな。大井の帝王が何歳まで頑張るか、それが基準になりそう。豊は大井の帝王みたいに続けるのもあっさりやめて競馬文化を広める活動に従事し始めるのもどちらも想像できるな。参考に10年前のリーディング。トップ10で今は現役引退してるのエビナさんだけか。あんまり変わらんもんだね。川田現実見ろ定期。引退した騎手が田中勝春含めて4人に対し、今年の現時点でリーディング20位以内に入ってる若手騎手、2013年齢以降デビュー、が8人、横山武史、岩田未来、坂井隆成、西村敦也、鮫島克馬、菅原明、段野大成、長島真奈美、もいるんだよね。これって結構すごくない？今リーディングざっと見た感じもしかして今って若手黄金期なのでは？関東関西関係なく素質がザクザク出てきてるし。現状の延長戦で考えるとサンデーの主戦はルメールからたけし、隆成とかになってそう。たけし未来隆成マッツ山アートアキラあたりかな。川田はバリバリやってる可能性もあるし雄一さんのように調教師になって息子乗せようとするかもしれない。未来は今のところあまりクラブ場に乗っているイメージがないけど車台の主戦とかになってるのかな。ゴドルフィンには今でもよく乗ってるけど。マスクトで結果出してるし、車台の主戦になるのは割とあり得る。レーンあたりが JRA 免許取ってリーディング荒らしてるかもしれん。レーンともレイラには頑張って通年免許取ってほしいよね。アトムルザバエフ。角田弟ってどうなってそう？角田兄弟は上位行きそうな気配はある。弟はトップ10争いしてそうだし、兄も17位あたりにいそう。カンターは勝利数もだけど、騎乗数リーディングでもいいとこ行きそうかん。10年後ならユージとミユピーも引退してるだろうしこっちもなかなか変動しそう。カズオはどうなってるかな。ローカルで稼いでた去年からメイン開催で乗るようになった今年リーディング順位下がったけど、盛り返せるか。実力はあるし、カズノって勝利数稼ぐというよりお手馬を丁寧に扱う印象があるから巡り合わせ次第で順位が変動する感じで今とそんなに変わらなさそう。カズオは調教で馬作るのとかもすごく大事にしてる感じがあるから、乗り鞍はそこまで多くは増えないけど一気に減ることもないと思う。女性騎手が1、2人はリーディング上位にいてほしいという気持ちがある。マナミンが調子良いしこのまま登ってくれると良いね。マナミン、確か、ノリさんに指示し始めてから一気に花開いたイメージあるな。まだ若いしこれから重賞でも乗る機会出てくるっしょ。10年後だとカヤタがもう平地免許取れちゃうんだよね。57や58くらいだろうけどそれだけでも平地乗れるなら今より倍くらい騎乗するだろうし、うまいから平地でも40位以内に食い込んできそう。というか今すでに、この馬エンジンはいいんやけど冷えつがな、気性がな、せや、カヤタに頼もう、枠だから10年後となるとさらに抜けられたら困る枠になりそうな気が。そういや少し前にまずは折り合ってジンバブ時間走を第一に目指してくださいって直々にコメントされる馬乗ってたな。
美穂の菅原くんようやっとるけどもっと上に行ってくれると嬉しい。アキラは小田切さんとことか個人馬主と着々と、という感じはするよな。菅原騎手はラフィアンのレポートで中山金牌復帰のゴールデンハインドと丹内騎手代打の形成杯予定マイネルフランツに依頼予定、未確定、ってのは見かけたな。ハインドで重賞勝ってラフィアンに目をつけられてるんかね。この人なんか5年後くらいには調教師になってそう。そんな、嫌だ、まだジョッキーのままでいてほしい。せめて G1 をあと3つくらい勝ってほしい。めちゃくちゃ欲を言えばダービージョッキーになってほしい。引退式でボロクソに泣く優雅見れるね。多分浜中さんと JRA 職員も泣くぞ。JRA 職員一同、いなくなっちゃうんですか？書類仕事とか全部引き受けてたんだっけ？だからめちゃくちゃ信頼が厚いんだっけスタッフからの。フランス行くだけで、行っちゃうんですか？ってなった人いたとか。未来のことは誰にもわからないからな。でもこうやって意見を出し合うのは楽しいよ。